アンノーン最初出てきた時に、まあ、普通に捕まえたらまた次出てきた時違うのが出てきたんですよ。それがなんかすごい印象的でいっぱい捕まえた思い出があります。もうボックスが2個3個いっぱいになるぐらい、なんでこんなにどれぐらい種類があるのか分からなくて、もう片っ端から捕まえた。任天堂 DS ポケットモンスターハートゴールドソウルシルバー。ハッサムっているじゃないですか。あいつがめちゃくちゃかっこいいなと思って、で弟と通信してハッサムに進化させてたんですけど、で火で一発でやられるっていうのが分かってしまって、でもあの峰打ちを覚えるじゃないですか。ライコウとか必死で追ってる時に催眠術とか覚えてるポケモンで眠らしてからハッサムに変えて、で峰打ちでどんどん削ってって、で1にしたところでなんとかあのハイパーボールとかで。任天堂 DS ポケットモンスターハートゴールドソウルシルバー。育て屋、まあ、男女のポケモン預けるか、メタモン相手に何か預けると卵できるじゃないですか。あれで新しいポケモン発見するのがすごい楽しくって、同じポケモン出てきちゃったりとかするとちょっとがっかりなんですけど、とにかくメタモンと組み合わせれば何か卵ができるんで、もうあの片っ端から預けてました。任天堂 DS ポケットモンスターハートゴールドソウルシルバー。卵をもらって何の卵か分かんなくて、ずっと持ってたら帰るよっていうのを言われて、だいたいそのコバネシティにらへんで帰るんですよ。トゲピーが帰りました。コバネシティは私の中ではトゲピーの街なんですよ。可愛いやつ集めてましたね。だけど戦闘で使うのはバンギラスとかちょっと。任天堂 DS ポケットモンスターハートゴールドソウルシルバー。任天堂 DS ポケットモンスターハートゴールドソウルシルバー。